はい23回目になります。今日は上がっております。昨日に引き続き上がってます。昨日7%ぐらい上がって、今日ももうすでにこんなぐらい上がってます。で、えっ、ー、と、えー、私の資産が、うん前日比になっちゃってますね。 評価損、うん、評価損益で、うん、まあ、120万、40ドルプラス、すいません。えー、っと、あれ。あ、40ドルだから一番いい時ですね。今、プラス37ぐらいだから、どれぐらいになるかわかんないんですけど、まあい、いい時で計算すると、まあ、マイナス124万となります。 ちょっとメガネが曇っちゃう。で、えー、っと、これになるとううん、だいたい500万ぐらいになってきたんで、私が最初に、あ600万ぐらいあったんで、まあ、だいたい戻ってきたなって感じがします。えー。 で、マイナス22%となってます。ちょっと眼鏡が曇るんですいません。<laughs> で、えっ、ー、と、うーんと、えー、まあこんな感じです。うーん、あの、ほっとしてます。で、まぁ、あ、と、 この相場なんですけれど、まず、ダウを見ていただいて、ダウは620ドルくらい。さっきより下がってきちゃいましたね。前800ドルぐらいまで昨日1600ドルで1セン7ぐらい上げたんですけど、ちょっと下がってきてまして。で、えー とまあ、ちょっとコメントを見たんですけど、コメント見ると、あの、ちょっと、まあ短期的な回復なんですけど、本格的な回復じゃないんじゃないかなっていう感じがします。あ、で、えっ、ー、と、この前、前回の動画で、ちょっと昨日上がる、さあすごい下がるって言ったんですけど、すいません、外れてしまいまして、真、まあ、逆にですごい上がってしまいました。申し訳ありません。えっ、ー、と、 まあちょっとサウジとロシアとの会談で OPEC で石油の減産になるって話だったんですけどちょっと曇るな。なんですけどそれがちょっと延期になっちゃったんで下がると思ったんですけどうーんその意に反して上がってしまいましたすいませんでえーとうーん それでえー、っとまあ昨日のいろんな見出しではまあそこを打ったんじゃないかっていうコメントがあったりしたんですけどまあでもこのコメント欄を見るとまだちょっとわからない状態になっておりますまああのー、偽のポップ ポップってのは上がった偽の上がりだっていうんですね。アップアップアップ1000以上と。うん、で、古代広告を信じてはいけないとか、あとなんだろう。うん ダウジョーンズは経済上がるこのような役に立たないつれ間もなく800万人近くは失業状態にあり製造されている <laughs> <laughs> 顧客サービスはあまり行われそれでもダウは歴史的な利益を上げていますとうんーこれで見るとまあポンプっていうのが上がるポンプのように上がるんだけど偽だって言ってるんですねどれもだからあのー まあ上がるって人はいるんですけど私の見立てではあの一時的な明かりだとそういうふうに言ってる方が多いですなのでまだ下がるかなという感じですね私もそうに捉えてますでまああそうですねんでえっ、ー、とヤフー u s えーでえー、っとさっきに記事で、えー、あれどっかいっちゃったうんあれ うーんすいませんえあれさっきの記事でえー、っとあれなくなっちゃったあっ 例えばこのリーセントラルイクトピア・ベアマーケット・トラップっていうんでな何言いたいかってうとベアっていうのが下がることを言うんですねで下がるマーケットになる前の罠だって言ってるんでこれが下がる一時的な上げだとちょっと上がってまた下がるっていうトラップをかけてるぞっていう記事とかあって 昨日はそこ打ちじゃないかっていう記事もあったんですけどちょっとこういう記事もあって、まあ、ちょっと上がってまた下がるようなそういう感じに見えるんですねんこれは,は S&P500 なんですけどこっちの方は焼き込まれた治療ここから全て下り坂ですって言ってるんでこの人たちも下がると。 まあ人工的に、米国政府が株価は人工的に押し上げ続けなんて言ってるんで、まあアメリカの政府が買ってるんだかなんだかよくわかんないですけど、それで上がってるんで、一時的に値上げなんで下がるというふうなコメントが多いです。で、また外す。で、そんな感じです。で、えっと、テスラの方のコメントは、 うーんと、テスラの方も同じなんですね、なんかあの、この上げっていうのは一時的なんじゃないかっていう人が、550ドルは、今の株価ですね、は購入する不条理な時間ですと。 まあ不条理なってのはちょっとうまく訳せてないですけどまだ早いよって言ってるんですねうんまもなく500ドル最後はちょっとドルの間違いですね訳しがちょっと間違ってます未満になりますとか言ってるんでまだここで上がってまた下がるような上がって下がるようなそんな感じが見受けられます まあそのそんな感じですねでまあこれがまあ,あアメリカの、えー、今の株価を見るあ株価っていうか情報を入れた感じではそんな感じに見受けられますでも,もう一度説明するんですけどあそういった情報の入れ方手に入れ方が、まあ、役に立つんで覚えておくといいと思います まず Yahoo USA 行きましてでこれが Yahoo ってただの JP じゃなくてあちょっとこれがやただの Yahoo です日本の場合 Yahoo Japan とかって書いてあると思うんですけどこれ Yahoo 行ってこれがアメリカので例えば自分の調べたい銘柄とかあれば例えば私ですとテスラなんでテスラ えこのストックっていうのがスタ、スタックっていうんですけどスト、ストック、スタック、スタックの方が発音的に正しいんですけど、スタックが株って意味なんで、テスラの被って打てば、これ Yahoo、ね、の方の Yahoo フフナンシャルで、日本にもありますけど、それのアメリカ版です。それで、ここをクリックして、まあ、前にもお伝えしたんですけど、もう一回。 で、えー、っと、まあ、カンバセッションズが、えー、会話なんで、えー、っと、前にもこれは、で、必ず Google Chrome、Google Chrome っていうのが、えー、っと、これですね。このマークの、おブラウザを使ってれば、Windows の方のは、i、 あい,い,いいって書いてあるのかないいあれだとちょっとこの機能は使えないんですけど、Google Chrome、Google Chrome をダウンロードして、そのブラウザであれば、えー、ここにえっ翻訳し、ソフトが入ってるんで、このページを翻訳しますからで翻訳すると、えー、ここに日本語になるんですね。で、さっき Conversations ってあったとか、会話ってなってたと思うんですけど、そのが掲示板になってますんで、 遅いなまあこんな感じで出てきましてで,、まあ、でここのところで上位の反応っていうのがまあ、うん、応答が多いリプライあ 変身っていうか何ていうコメントが多いやつが上位に来てるんですけどそうじゃなくて私は最新の反応っていうのが出てくるんでここ,ここでニューイストリアクションズっていうのが新しい反応っていうかコメントですね。でこう待ってればちょっと翻訳が結構時間がかかったりするんで。 何かできなかったらこれで原文のページに戻したりまた翻訳をかけたりっていうなんかこう行ったり来たりをやって行ったり来たりやってでんとか訳していただければでそうするとここにいろんなコメントがアメリカのが見れますんで、えー、これで情報を得られるといいかなと思います、うんこっちの コメントの方があの合っっててるかなっていう日本の掲示板も日本の掲示板だと結構あのコメントがこう何て言うのかなふざけたコメントと、まあ、こっちもふざけたコメントあるんですけど日本よりはおかしな変なコメントがないかなって感じはするんでで例えばこれがテスラじゃなくてダウだったらダウ まあダ,ダ,ダウって入れるダウジョーンズストックダ、ダウストック出てくると思うんですけど、ダウジョーンズストックでダウ平均株価が出てきます。これ、まあ同じような感じで、ここをクリックすればダウのが出てきます。で、ダウのコメント欄もこれか、カンバセーションです。会話のところで見れます。まあ、そんな感じですね。 でまあ、SP500 も,も,も大事な表なのでこれはこっちの方出てきますので、えー、これで、えー、見るといいかなと思いますうん下がってきてますねやっぱり言った 出たコメント欄の通りに結構なること多いんで参考にされるといいかなと思います。でまあそうですね。やっぱりなコメントの多いやつの通りになりますね。違うなぁと思っててもな。なんかやっぱりそっちの方のコメントが多いとそっちになってるなって感じです。まあ、100%じゃないんですけど。 ででまたそうですね100%じゃなくて間違った場合は次の日にはガラッとコメントが変わったりするんですけどでも大体こう言ってる通りのコメントその日がもしなんなくたったとしても、うん、長い目で見たいになってたりするんで結構参考になるかなと思うんではいで今回のそうですねちょっと、えー、株式相場でちょっと思ったことを とお話しししたいいなと思いましてえ今回のお相場でえ思ったのがやっぱりあのえ株があ株はあのやっぱり前も言ったんですけど市場の中に皆が投資してこうプールの中に水じゃないですかお金を入れてでその中でえ 多くを取る人取られるる人が出てくると思います多くを取る人はまあ上級者ですね取り方を知ってるっていうかまあ中に入ってるお金の量っていうのはそんなに変わらないと思うんですよねうーんまあそれが全部例えば倒産してしまったりすればその。 株式市場に、まあみんなが投資家でお金をプールして、プールに入れたとして、その会社が全部潰れちゃったら、まあも,もちろん、そのプールの中に入った水は全部なくなっちゃいますよね。でそんなことはないんで、そうなった時に、えー、まあその、いの中、 プールの中に入っただからまあいろん自分独自の見解なんで,でそうなった時に今回の勝利者っていうのは空売りをした人だと思うんですねコロナウイルスで空売りした人が多くの水を取ったということだと思いますで、えーまああのー 信用取引で今回今回下がった主な原因がい信用取引で買いを入れてた人が強制決済までせざるを得ないまで下がってしまったで下がったとしても信用買いだと強制決済しないとなんで借りてるものは返さないといけないんでそれであのやむなく決済したくないんだけど売りたくないんだけど 信用取引なんで決済せざるを得ない人が多く現れたんで今回の急激な下げになったっていうえことだと思うんですけどーえーそれでえまあうんの中に入ってるプールの中にある水は空売りの人たちに全部取られちゃったって感じだと思うんですね大半がそうだと思います。 大体の人がこの相場で負けたと思うんですけど私も含めてでそう考えるとその取った人っていうのは次にどう考えるかっていうと多分あのまた空売りしてもしょうがないと思うんですよねまた空売りしてもうーんそんなに売る人が 出てこない次次から次だってもうあの売っちゃってもうないんですからまあこれちょっと自分の考えなんであれなんです間違ってたら悪いんですけれど申し訳ないんですけど売っちゃったんだからもう一般の投資家ってのはあんまりないまあ含み損持ってたとしてもってなるとこれから空売りしかけても これ以上下がんんないと思うんですよねあんまりあ、まあのコロナウイルスがもっと広まって何だりもっと悪化するってなったら強制的に売らざるを得ないんですけどでもそれ以外の面でまああのいろんな要因はあの見ないでえっとプールの中にある水で、えー、ギャンブルしてると考えると。 なんだあの売ったうんとそういうこと考えないで考えると売ったものはえー、っとこれ今残ってる人はえー、まあ,あの信用取引してない人だと思うんですね。でその人たちがずっと持って ってるし含み損を抱えたまま持ってるし何しろう空売りしてても売る人がそんなに出てこないと思うんですねこれ以上売った売るものがないって言いますか信用買いしてた人はもうすでに売ってしまったし えまあ含み損の人はここまで我慢してるんだから含み損を抱えたままいる可能性が高いかなと思うんでそうなるとそのプールの中から水を得た人は次どう考えるかっていうとえ今度買うんじゃないかなと思うんですよね。空売りするしてその手放す人よりもえっとこれから。 買う人の方が増えるんだから、えー、買って、えー、戻ってった方が、あのー、儲かると思うんですね。で、いろんな要求、状況あるんですけど、需要と供給のことだけを考えると、それがそうだと思うんですよね。なので、えー、ま株式投資ってのは、一つのプールの中に水を入れて、えー、 それの取り合いだと考えれば今度は空売りしたってえもう取れないっていうかうーんこれ以上売る人が増えるかっていうと信用取引してる人はここらでもうやられちゃってるんでそんなにやる人いないし持ってる人でここまで耐えた人は含み損のままずっと持つ決意だと思うんですよね。 ただ状況がわかんないですけどもっとひどいことになっちゃえば話さざるを得ないって考えるかもしれないんですけどうーん、そう考えるとおこれから上がるのかなっていうしかもアメリカ政府なんかはあの結構トランプが上げようとしてるんでそういう上がることになるだろうなって思いますまああの株はこう 潮の満ち引きでそうそうになってるんで潮の満ち引きで、えー、波が出てきてでまあそのお金をプールに入れたお金をいっぱい取る人取られる人の関係需要と供給のまあ他にも要素はあるんですけどその要素が強いんじゃないかなって思います。 うんで今日の昨日の揚げなんかはあのコロナウイルスが広まるのが鈍化したからって言ってるあそれが広まるのが鈍化鈍くなったからだって言ってるんですけれどそれはあんまり私信じられないって言いますかこんだけ死者も増えてるのに鈍化してるかなっていう感じがするんですけど。 だからなんかニュースっていうのは当てつけなんじゃないかなって感じがします重要なのは需要と供給っていいますかその取るもの取られるものの考え方っていいますか実質的に買う人がいなければ株価は下がるし実に買う人がいれば上がるしっていう単純な原理なんであのその他の外的な要,要求で もちろん動くんですけどそれを基準にしてだけどその原始的なそういう買う人がいれば上がるし売る人がいれば下がるっていうのもあのその仕組みで動くのも強いと思うんで、えー、今回の場合そういう大きなそういう仕組みで動いてんじゃないかなと思いますでこれからはあの えっと落ちてきたナイフが地面についてえー、あのいくらかバウンドしながら落ち着いてってるっていう状態だと思いますこの停滞がいくらか続くん、えー、続くんじゃないかなとでちょっとこれはちょっと高橋段さんの私より優れ全く優れてる ユーチューバーなんですけど方なんですけどまあすごいいい情報ばっかくれる高橋ダンサーの動画見てえー、まあちょっと勉強してるんですけど、まあ、そ,れのそういうの教わったのがやっぱりまだ停滞がちょっと続いてから続くってことを言ってましたんで、えー 多分私はその停滞が終わった時に上がる本格的な上がりが来るなと思ってますはいでまあちょっと今日のテスラの、うん、広告っていうか宣伝っていうか紹介はまあこれですね人工呼吸器を作れっていうアメリカ政府から要求されて、えー こういうい電子回路とか、まあ、車作る技術を応用して、えー、作ってるってことですね。でも車の部品なんかで作ってるみたいなんでえ心、ー、電図みたいなんですけどこれこれのも車の部品で作ってるみたいです。 でこれは、なんだ、あの iPad、あのテスラの車に入ってるあれを使ってみたいです。で、まあこういろんなのを見ると、うんまあこういう電子回路とか、まあいろんなのを見ると、やっぱり技術がすごいなっていう感じがします、技術者が。 それだけあのすごい技術を持った会社だってことなんでそこら辺も私は非常に評価してていいないい会社だなと思うんですけどんでまあそんな感じですねでただこれちょっとニュニューヨーク州の知事のニューヨーク知事はこれ間に合わないと発生の頂点間に合わないっていう ことを言ってます、まあちょっと遅いってことですね。まあそれに対するコメントがまあまあ一生懸命やってるんだからうんまあ賞賛に値すると。うん。人工呼吸器を作りたいというマスクの要求は見事と思います。 こうした伝説の戦いの願望は本当に非常に無視のものだと思います。無視のものっていうのがいいですね、あのー。自分の欲望じゃないってことですね。すごいなと思います。こういうことがやっぱり大事かなと思います。はい。なので、まあ、あの、えー、っと、やっぱり、 素晴らしい経営者だと私は思ってる思ってますまあ詐欺師っていう人も結構多いんですけどねあのどうなるかわからないんで一時期は潰れそうな時もあったんで詐欺師っていう人多いんですけどはいじゃ今日はこんなところではいじゃまたこれから多分上がっていくと思うのでいいところで買うといいかなと 思いいますはい、皆さんの良いトレードの少し役に立てればいいんですけれどまあちょっとまあ最後なんで素人なんでやっぱり最後は自己判断でお願いしますまあまあ一つの意見あのアンティうかそんな感じでまあそうですねはい一番やっぱり自分の 考えていいトレードされるのが一番だと思います。はい。いいトレードができるように少し役に立てればと思います。すいません。はい。じゃあ以上です。ありがとうございました。